オープニングレースでは雪に覆われていた土手もすっかり溶けました。西日に向かって6選手が登場しました。第40回の新春金杯ダルマヤカップ、節目の40回目優勝、誰になるんでしょうか。優勝戦12レース、安定番手としてのレースです。対戦メンバー1号艇大池祐希、2号艇渡辺武郎、3号艇福来剛、4号艇渡辺豊、5号艇小林康、6号艇佐久間明、以上の6選手です。陰線は1番の大池祐希です。予選ラストこそ3着でしたけれども5連勝がありました。優勝戦1号艇手にしました江戸川、5連続優勝です。2コースには2番の渡辺武郎です。予選は5戦4勝、鋭い伸び足を武器に久々の優勝戦に進んでいます。3コースには3代目の江戸川番長です。3番の福来剛、そして引っ張って角位置4コース4番の渡辺豊、3節連続優勝と近況好調です。今度こそ久々の V になるでしょうか。5コースには5番の小林康です。4日目は外枠を克服した足、怖い存在です。5番の小林5コース、大外6コース6番の佐久間明、予選後半好スタート決めた佐久間、6コースから厳しい攻めを見せていくかどうか。陰線1番大池からの人気になりました。優勝戦12です。10秒切ります。新入院から1番2番3番4番5番6番です。さあ行こう、優勝戦12レース、スタートまで残りは2秒、スタートしました。内側の3人がいいスタートです。1番の大池好スタート、1番受けと向かっていきます。その1番大池の陰線、2番の渡辺は差し構え、3番の福来がまくってきました。おっと振り込み加減、1番の大池内側をついた、2番の渡辺の差しが決まっています。2番手争いですが、1番大池と外側には3番福来、内側をついた4番の渡辺、さらには5番の小林、ラストが6番の佐久間、スタートは前提正常でした。一瞬に巻くトップ旋回は2番の渡辺武郎、2番手ですが4番渡辺とか合わせる、大池も差し込んできた。3人のトップ争いになりました。1周2マーク、1番の大池が前2人を捉えていく、4番の渡辺とかはちょっと下げる感じで船を外に出す、さらには2番の渡辺武郎も食い下がっていく。レースは2周回目1マーク、内枠両者がやり合ってる、その内側を4番渡辺豊が差し込んでいく。バックストレッチに入ってきまして、3人のトップ争い、4番の渡辺豊最内、真ん中には1番の大池、外側2番の渡辺武郎、2周2マークへと移ってきます。今度は2番の渡辺武郎が内側にコースを切り替える、これを4番渡辺豊がつけて回る、差し込んできたのが1番の大池、ホームへと戻ってきまして、先頭争いはやっぱりこの人なのか。1番の大池祐希、2停身のリードを奪いました。両渡辺の2番手争いは2番の渡辺武郎と外側には4番の渡辺豊、レースは最終周回の1マークです。2番手争い、2番の渡辺武郎の外側4番渡辺豊がつけて回っていきまして、2番手、さらには1番大池まで迫っていきますが、先頭2番手の差3停止ほど、最終ターンマークに移ります。江戸川3連続 V が見えてきたんでしょうか。1番の大池祐希、その後ろからは22年ぶりの優勝をかける4番渡辺豊なんですけれども、1番の大池がどうやら先頭キープ、2番手4番の渡辺、3番手がどうか、まもなくゴールを迎えてきます。優勝は1番の大池祐希、今ゴールイン、2番手4番渡辺とか、3着の際は2番5番5番2番ほとんど同時にゴールイン、3番の福来、6番の佐久間ゴールインしております。ボートレース江戸川第40回新春金杯ダルマヤカップ、優勝は1号艇大池祐希選手でした。そしてゴール写真判定を行います。確定まで今しばらくお待ちください。